最愛の娘を亡くしてから、8ヶ月が経とうとしています。世間の時は流れても、私たちの心の時は止まったままです。未だに娘がこの世にいない現実を受け止められずにいます。明日の判決を前に心境を語ったのは、亡くなった女子児童の遺族です。過失運転致死傷の罪で起訴された軸産の無職。 藤川美希と被告、52歳。今年3月、水北で赤信号の交差点に車で侵入し、女子児童2人をはね、そのうち9歳の女の子を死亡させ、10歳の女の子に大けがをさせた罪に問われています。藤川被告が赤信号を無視した理由が、脇見運転。裁判で検察側は、 その理由について爪切りの中の爪をゴミ箱に捨てようとしたスポーツクラブで子どもたちに水泳を教えていた藤川被告は運転中に爪切りを手にした理由を問われると仕事上車の中で爪を切る習慣があった事故当日。 交際相手との待ち合わせに遅れそうだった藤川被告は、車で先を急ぎながら爪を切っていました。検察側は、切った後の爪を捨てようとした、少なくとも8.8秒間脇見運転していたと指摘。また、藤川被告が過去に運転中の携帯電話の使用など7回の交通違反を起こしていたことも明らかにしました。 違反を繰り返した上最愛の娘の命を奪う事故を起こした藤川被告に遺族は厳しい言葉をぶつけました娘の命を奪い私たちの人生をめちゃくちゃにした私はあなたを一生許しません検察側は藤川被告に禁錮4年6ヶ月を休憩一方の弁護側は 執行猶予付きの判決を求めています判決は明日言い渡されます